はい、こんばんは皆さん。ということでですね、僕とある決断をしまして、もう30歳過ぎたということで、今ね、最近自転車の動画をね、何件かアップしたんですけど、なんで自転車の動画が上がってるかっていうと、車を売却しました。はい、車もね、まあ買ったのは、まあ1年半ぐらい前なんですけど、なんでその1年半前に買って、車はね、まだローンも残ってるのに売ったかっていうと、上京します。はい、東京に行きます。で、ここの物件も引っ越したばっか、まだ半年も経ってないんですけど、で、前のアパートの時は、まあ、隣人のね、結構、まあ、嫌がらせみたいな行為があって、今のここに引っ越してきたんですけど、また引っ越すっていう、今度はね、都内に引っ越します。で、なんで、こんな、ね、大きな決断をしたかっていうと、僕、まあ、半年ぐらい前に、まあ、彼女に振られて、別れまして、それで、ま、ちょっと、まあ、パニック障害とか、うつ病気味になってしまって、まあ、病院も行ってね、抗不安薬とか、睡眠薬処方して、もらって、今は、まあ、まあ、睡眠薬だけ飲んでるっていう形なんですけどね、まあ、別れたばっかの時は本当に、いつパニックになってしまうんじゃないかっていう、すごい不安で、うん。まあ、救急車で運ばれたりもして、パニックになってしまって、呼吸が全然できなくて。それで、まあ、なんか、もう狭いところが苦手になってしまって、今はだいぶ落ち着いたんですけど、お風呂とかね、入るときも、閉めて入ると怖いから、少し開けて入ったりして、ね、まあ、その分、ね、お風呂の外びちょびちょになっちゃったんですけど、あと電気消して寝れなくなっちゃったりとか、まあ、テレビつけながらじゃないと怖くて一人じゃもう寝れなくなってしまったっていうのもあって、今はまあだいぶ落ち着いたんですけど、まあそれでやっぱりなんだろうな、もう今もう30過ぎて、もう挑戦するならもうこの年が最後かなっていうのを思って、まあ正直、まあ何歳になっても挑戦というのはできると思うんですけど、まあ今が一番若いんでね、まあこれから生きていく上で、まあなので、まあこのね、年で、東京行って、まあ転職もして、まあ今の職場だと年収300万円なんですけど、まあ転職したらまあ多分ね、都内だと少しは上がるんじゃないかなっていうのもあるんでね、まあ東京行って、まあ挑戦したいなって思います。で、なんで先に車売っちゃったのかっていうと、やっぱりもう、自分の意志力だけじゃ、絶対東京行かないなって思ったんですよ。というのは、別に車もあったら全然不便じゃないし、あ、東京行くの1年後とかでもいいかってなっちゃうと思うんですよ。ね、皆さんもありませんかね、なんか、例えばダイエットするって言って、ね、今日からダイエットするぞって言ったのに、なんか、冷蔵庫の中に美味しいケーキとかがあったらね、食べちゃうじゃないですか。ね、捨てるのもったいないから。でも、そもそも冷蔵庫がなかったら、ケーキもないし、絶対ダイエットできるんですよね。だってその日、食べるものしか買ってこないから。うん。それと似たような感じで、まあ、車先に売りました。うんで、もうね、今、最寄り駅まで歩いて70分とか、そんぐらいかかるんですよ。で、職場までも自転車で往復1時間以上、1時間ぐらいかな、まあ、1時間以上かかるんでて、すごいね、大変なんですよ、今。うん。で、最近、ママチャリあったんですけど、そのママチャリが、ギア6段変速なんですけど、
なぜか3のまま、もうギア壊れて帰られなくて、なんかね、坂道とか上り坂がすごいきついんですよね、3のままだと。もう足の回転めっちゃ速いみたいな。下り坂だと足の回転めっちゃ速くて、で、上り坂だともう3だと重くて、あーってなっちゃってて、でね、下り坂だともう3が軽すぎて、あーって足の回転めっちゃ速いみたいな、になっちゃってて、で、ようやくね、もう、最近、ようやくクロスバイクっていうんですかね、やつを、ま、買いまして、アマゾンで。はい。で、値段はね、まあ、2万円ちょっとだ、でした。はい。で、今それ乗ってるんですけど、めちゃくちゃね、早いっすね。まあ、ママチャリからしたら、まあ、早く感じるのは当たり前なんでしょうけど、もう快適すぎて、もう通勤時間ね、5分10分ぐらい縮まったんですよね。だからすごい買ってよかったなって思いました。はい。で、まあ東京でも使えるんで、よかったなって思います、買ってね。うん。まあ、ただちょっと盗まれるの怖いから、ね、ナンバー上の鍵とかも買ったんですけどね、別で。はい。で、まあ、なんだろうな。まあ、それは置いといて、でね、今、ちょうど内見は行ったんですよね、物件の新しく住むところの。内見行って、今、とりあえず審査待ちっていうところですね。で、まだ就職先は見つけてなくて、物件が決まってから、まあ、就職を最近見つけようかなって思ってます。うん。やっぱりね、都内だとまあ、近いところに就職したいんで、家からね。うん、で、あと、やっぱりこの年なんでも、都内に住んでないと、就職厳しいかなと思って、ね、就職してから引っ越しますって言っちゃうと、例えば面接官の人に、なんかあんまり、なんか時間とかかかってめんどくさそうだなって思われるのも嫌なんで、まあ、とりあえずまず先に、引っ越すっていうのを先にやりますと。引っ越し先決めてから、就活します。まあ、まだね、自分が何やりたいのかとかもね、まあ、うっすらとしか決まってないんで、まあ、とても不安なんですけどね。で、まあ、車売った次の日から1週間ぐらい、もう不安すぎて、本当にもうずっとお腹壊してて、でもう1週間で3キロ痩せちゃったんですよ。うん。で、そのおかげでなんか筋肉のカットがね、すごくね、見えるようになって、まあ、それはそれで結果オーライだったかなって、ね、思ったんですけどね、その一週間がめちゃくちゃきつくて、でも食欲ないんですけど、まあ、朝通勤でね、自転車乗るから、まあ、30分ぐらい乗るから、まあ、炭水化物取らないと動けなくなっちゃうんで、もう必死で詰め込んで炭水化物、まあ、それで通勤してたんですけど、やっぱ最初ね、自転車なんて、ね、車移動だから全然乗ってなくて、本当に筋肉痛になっちゃって、めちゃくちゃ疲れましたね、本当にこの自転車通勤。うん。そうだって、あとまあ、一瞬もうその一週間で、まあ、抗不安薬飲みそうになっちゃったんですけど、まあ、そこは耐えて、飲みませんでしたね。でも本当に、その一週間ね、車売ってからの一週間がめちゃくちゃ不安で、睡眠時間も、まあ、朝5時とかに起きちゃうんですよね、目が覚めて。お腹痛くなって、トイレ行ってみたいな。だから本当に一週間ずっと睡眠時間5時間で過ごしてました。はい。だから本当睡眠時間がね、どんどん少なくなるにつれて、どんどんその不安、っていうのが強烈になってきたんですよね。うん。だから、睡眠時間ってめちゃくちゃ大事だなって僕何回も言ってるんですけど、本当睡眠時間めっちゃ大事ですね。で、不安で寝れなくて、もう睡眠薬飲んでもやっぱ目覚めちゃってて不安の方が大きすぎて。そう。だからまあ、今は割と、まあちょっとずつね、慣れてきて、まあ不安ですよ、もちろん。だって、引っ越し先も決まってないし、
就職先も決まってないのに車だけないっていうね、この車必須な街で、ね、自転車だけしかないっていうのもあるし、もうこれから車買うっていうね、選択肢はもう絶対ないんで、まあお金もないですし、でまあ引っ越し費用も結構お金がギリギリで、まあ正直、まあ0円になっちゃうかもしれないんで、最悪もう借金するしかないなって思ってて、で、なんでそんな、ね、借金してまで引っ越すのって、終わってしまうんですけど、もうね、きついくて、もうこの街にいると、元カノとの思い出がありすぎちゃって、で、この一週間だけはね、なぜか元カノがあんまり出てこなかったんですよ、頭の中に。なんでだろうと思ったら、もう毎日が忙しすぎた。頭の中をいろんな考えがぐるぐる巡って、元カノを思い出す時間があんまりなかったっていうのがあって。だから本当にね、失恋とかしてめちゃくちゃ辛い人がいたら、もうなんか環境を変えるとか、自分をね、もう暇にさせないっていうのも、まあ、一種の手なのかなって今回思いました。はい。だから、僕もね、お金の不安が一番今あって、向こうでもちゃんと家賃払えるのかなとか、やっぱ都内だとね、家賃も全然高くなってしまいますし、まあ物価も高いですしね、スーパーとかね、ドラッグストアとか、いつも安いスーパー使ってるんですけど、多分都内にはないと思うし、だからすごい不安なんですよね、今。まあ、金銭面、一番不安ですね。まあ、でもこの年で、もうほんとラストチャンスだと思ってるんで、まあ、転職して、で、また、都内で、頑張りたいと、思ってます。人間、結局追い込まれないとやらないんで、僕だけなのかもしれないんですけど、もうやらざるを得ない環境を作る。まあ、だから、もう僕の場合だったら強制的に車を売るっていうことをして、引っ越し先、内見して、決める。そしたらもう必然的にそっちの家賃を払わないといけないから、就職先も決めれるっていう、強制的にそういう仕組みを作りました。で、本当だったら車売りたくなかったですよ。すごい、気に入ってたし、ね、買ったばっかだったから、ね、もうちょい乗ってもいいんじゃないって、ローン返し終わってからでいいんじゃないって、一瞬思ったんですけど、それしてたらもう、3年4年経っちゃうんですよね。そっからまた、就職先探すっていう方が、大変になってくる。なんかこの一日一日ってすごい大事だなって最近本当に思って、なんか年を取るにつれて日々が経っていくのがすごく早い。本当あっという間に過ぎていくから。だから僕は一日でも早くそういった決断をしようと思って、まず車を売りました。だから本当にね、今落ち込んじゃってる人とかね、失恋とかでも何でも落ち込んでしまってる人、精神的に追い詰められてる人は、逆にもう、もちろん休むのはまあ一番大事ですよ。休むのは一番大事。そしたら、しばらく休んだらもうめちゃくちゃ忙しくするとか、絶対やらざるを得ない環境にするとかね、したら絶対さ、動くわけですよ。働くわけね。だって、働かなかったら家賃払えなくなっちゃうし、まあ最悪死ぬじゃないですか、食べれなくて。まあ最悪別に生活保護とかもあると思うんですけど、まあでもそこまではね、まあまだ頑張りたいなっていうのはあるんで、だから結局、まあ、今きつくて失恋で落ち込んでる人とかいたら、他のことに集中する。そしたら、もうね、その失恋なんて忘れますよ。で、また新しい人できますよ。
新しい環境に行けば。で、今辛くてそんなことできないよっていう人いるかもしれないけど、それ何もしなかったら一生変わらないんですよね、この状況は。うん。だから結局辛いけど、強制的に何か大きな決断をしない限り、環境を変えない限り、うん、得るものはないんじゃないかなって思います。まあ、失うものもあるけど、得ることの方が多いと信じて、僕はとりあえず大きな、ね、決断をしました。うん。ね、やっぱりね、周りの人とかに言ったら、なんでもったいないとか、なんで車売っちゃったの買ったばっかりなのとか、東京なんて家賃高いじゃん、やめておきよって言われたんですよね。普通の人だったらそう思うかもしれないんですけど、まあ、リスクを取らないと大きなリターンって得られないんで、でもちろんリスク取ったからといって、で大きなリターン得られるとは限らないですよ。ね。別にそのままの人生で、年収300万の人生で、そのままスーってね、波もなくずっと生きていく人生ももちろんいいと思いますよ。それで幸せなら。で、僕はそれは幸せとは感じなくなってしまった。うん。彼女に振られて、もうこんなんじゃダメだと。こんな年収300万とか、ダメだと思って、まあいろいろ考えて、まあ都内に行くっていう決断をしました。うん。本当に今めちゃくちゃ怖いですね。周りの人にすごい反対されて、なんか自分しか自分を信じられない。でもその自分を信じるっていうのも、本当にいつも自分のことを疑っちゃって、本当に自分できるのかなって。で、朝起きた時なんか本当にきつくて、いや、やめとけやめとけって支えてくるんですよね、もう一人の自分が。できないよ、やめとけって辛いよ、大変だよって言ってくるんですよ。うん。だけど、まあ、次第にね、日中から夜にかけて、よっしゃ、やってやるぞっていう気持ちになっていく。うん。で、朝がね、僕は一番落ち込みやすいですかね。ネガティブになりやすい。だから朝は、まあ、そうなってしまうっていう、もうそうなってしまうものだと思って、そういう自分も受け入れて、あげるといいのかなって思います。うん。で、結局、まあ、人から、やめとけとか、笑われるってことはさ、人と違ったことをしてるっていうことなんで、まあ、リターン、大きなリターン、得られる可能性もあるけど、得られない可能性もある。だからそういう人たちのことは気にせずに、これから何か挑戦する人いたら頑張ってほしいなって思います。僕も頑張ります、これから。うん。まあそう言って、やめとけとか言われても、僕は、やります。ただ、めちゃくちゃしんどいです、それはね。大きなリスクを取るってことはめちゃくちゃしんどい。辛い。時には本当に泣きたくなる時も、あります。うん。一人で本当に心細いし。だけど、このまま、ここで、ずっとずっと、年収300万円のまま、ね、何の成長もしないまま生きていって、死んでいく時、ああ、もっとあの時、挑戦してればって思う方が、よっぽど辛いって思ったので、今回このような決断をしました。まあ、常に、心に、の奥底にはね、不安っていうのは、消えないと思います。だけど、いつかあの時、この決断が良かったって言える時が来ると、そう信じて僕は頑張り続けます。本当にいつもコメントくださってる方、チャンネル登録してくださる方、僕の動画はね、
こうやって最後まで見てくれる方、本当にありがとうございます。本当にね、今とても心が弱っていって、まあコメントくださると本当に嬉しいです。まあいつも感謝してるんですけど、本当にね、ここまで見てくださってありがとうございました。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。